アーツなラジオ。この番組では10月に開館します前橋の芸術文化施設アーツ前橋の情報やイベント情報、その他アートにまつわる様々な話題をお届けしていきます。第1回目の放送となります今回は、館長予定者そして学芸員の住友さんと前橋文化推進会議副議長の福西さんをお迎えしてお話を伺っていきます。それでは住友さん、福西さん、今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ではまずはじめに、このアーツ前橋10月に開館するわけですけれども、改めてこちらどのような施設なのか、またどのような目的の場所なのかというのを聞かせていただけますか。はい、多分多くの方がもうすでに建物を見ていただいている方も、はい、いらっしゃると思うんですけれども、もともと百貨店だった建物を今改修して新しい美術館を10月にオープンさせようと思っています。こういう時代にオープンする美術館ですので、今の社会に合った形、運営の仕方っていうのはどういうものかっていうのをとても重視したいと思ってます。具体的に言うとですね、美術館がこの地域にやっぱり愛されて支援され続ける、そのためには例えば子供のうちから気軽に美術館に行けるとか、そういうアクセスのしやすさであるとか、教育普及事業であるとか、そういったものを重視していきたいなというふうに思ってるんですね。ですので展覧会だけではなくて、はい、そういうレクチャーとかアートスクールとかですね、そういったことをこれまでプレイベントで20回以上やってきてるんですね。で、コンセプトというのを3つ掲げてまして、一つは創造的であること、クリエイティブな新しい力をここから生み出していきたいということ、それから共有すること、これはいろんなそのクリエイティブな能力のある人たちのことをいろんな人に知ってもらいたいし、それを次の世代に伝えていくとか、そういったことを大切にしたい。それから対話的であること、これは美術館というとですね、やっぱ啓蒙的なこう一方向的な知識であったりとかを伝えていくような場所になりがちなんですけれども、そうではなくて、いろんな考え方の違う人たちが集まって話をしていく、そういう場所づくりをしていきたいというふうに思ってます。はい、一方通行の場所ではなく、皆さんのいろいろなものがより集まって発信していける場にしていきたい。考え方違う人が集まるってすごい大切なことだと思うんですよね。多分これからますますそういうふうに社会がなっていくんじゃないかなと思うときに、この集まる場所がどういう役割を果たしていけるかっていうことは、とても大きなものとして頭の中にありますね。そうなんですね。今3つのコンセプトも聞かせていただいたわけなんですけれども、先月の23日24日に実施された内覧イベント、多く歩くことから始まることというのも、このイベントもその3つのコンセプトが非常にはっきりしているイベントだったんじゃないかなと思うんですが、このイベントを得られて今お二人が感じていらっしゃることですとか、何か今後に向けて見えてきたことというのもありますか。本当にたくさんの方に来ていただいて嬉しかったというか、楽しかったですね、すごくね。で、結構その今まで集まり橋がやってきた、プレイベントの展示の部分とそのパフォーマンスの部分と大きく2つに分かれてたんですけども、はい、私そのパフォーマンスの方とかの割と取りまとめをやってたんですけれども、要するに美術館でパフォーマンスをやるっていうのは、最近はいろんなところでそういう試みもあるかと思うんですけど、もともと美術館はそういうパフォーマンスをやる場所としては作られてるわけではないので、結構いろんな苦労が実は作る側としてはあって、でしかもそのダンスの人と演劇の人と音楽の人と、こう全然またジャンルの違う人たちが一つのものをそこで作るっていうのは、住友さんがその対話的であるっていうことがすごい大事っていう話もしましたけれども、まさにそのこう違ったジャンルの人たちがここ結構対話して作り上げていくっていうところがすごくあって、そこが苦労でもあったけれども、すごい面白かったところもあるんですよね。苦労もありましたけど、ね、でもやっぱりでも新しいことを生み出す苦労だったなって今振り返るとね、思います。はい、今もパフォーマンスであったりというようなお話ありましたけれども、当日行われた内容というのもご紹介いただけますか。はい、地元 の、市立前橋高校です。吹奏楽の人たち、定心幼稚園とかの幼稚園児、あるいはその小中学生と、あとそのプロのダンサーの人たちと、演劇の人で朗読劇と、あと軍教のコンサートマスターだった水谷さんってバイオリニストの、ソロの音楽を組み合わせるというふうな形だったんですけれども、そのそれぞれプロの演奏者や演者を観客が見るっていうんじゃなくて、もうそこでこう一体となりながらというか、そういう観客と演者の敷居を外すみたいなことをやったんですね。なのでかなりお客さんもこうダンサーにこう肩に手をかけられてびっくりしちゃうみたいな場面があったりとか、こういろんなそういうちょっとみんなが驚くような、混ぜこぜというかですね、いろんな仕掛けがありましたよね。私も初日に拝見したんですけれども、見ている自分も一緒になって空間を
作り出してる、うん、一人にしてもらえたなって、参加させてもらえたなっていう印象がすごくありましたね。思ったよりもたくさんの人が来てくれたんですね、はい、1500人の2日間で来てくれたんですけど、その人たちが今ここはもう自分の知ってる場所だっていうふうに思ってくれるっていうことを、まあ、目指してたこともあるんですね。例えば美術館で子供を駆け巡ることってあんまないんですよ、うん、なんか逆にやっちゃいけないっていう思いがありますよね。まあ、いつもそういうことじゃなくて美術展をやるときもあるんですけど、はい、でも一度そういう体験をしてもらうと多分来づらい場所じゃもうなくなっていくと思うんですよね、うん、そういうことを今回実現できたなっていう実感はありましたね、うん、ありましたね。ああ、そうなんですね。こういったイベントのご準備なども国西さんが副議長をされている前橋文化推進会議の活動の一つなのかなと思うんですけれども、うん、文化推進会議ではどのようなことを普段されてるんですか？中心的に今やってるのは割とまあそういう広報的なことがまあ中心にあるんですけれども、はい、まあ、PR だけではなく、まあ、なるべくその多くの方にやっぱりこう関わってほしいんですね。単にその見に来る場所っていうんではなくて、はい、こういろんなことをやろうとしているので、いろんな関わり方がまあ集まり橋はある。でそういうことも知ってもらうし、またそのためのこういろんな関わり方の組織だとか仕組みだとかを、まあ、みんなこう結構もう熱いおじさんたちがですね昨日も夜遅くまで話し合ってそうちょっと怖い感じだけど、一応若い女性もいます。若い女性もいますよね。どういうようなメンバーの方、市民の方を中心に、いやもうありとあらゆる人いますよね、うん、まあ、そういう芸術関係の人もいますしね、うん、経営者の方もサラリーマンの方もいますしね、うん、そういう専門家じゃないこう若い女性の方とかもいますし、うん、本当にいろいろいますよね、はい、本当にアイデアが豊富に出てくる、うんうん、まあ、アイデアの豊富な反面こうなかなかこうお互いこう、ね、理解していかないとこう接点が見出せないんで、うん、結構時間はかかりますよね、うん、でもそういう市民参加とか、うん、まあ、大げさに言えば民主主義とかそういうののこう、うん、実験したらあれですけど成果も作っていく場なんですけど、うんうん、対話っていう点ではすごく重要なトライアルだと思いますけどね、うん、まさにそこも対話がすごい大きな意味を持ってる感じですね、はい、この会議のコミュニティでまたその対話からまた広がっていってる、うん、ということなんですね。今後この前橋文化推進会議ではどのような活動を続けていかれるんですか？今結構その仕組み作りというかどういうふうな形で市民が関われるようにしていくのかっていうところが結構まあ大詰めな感じになってきてるんですね。で、まあ、そのための具体的な、まあ、事務局的な機能をまあ作ろうかとか、まあ、そういった話を割としていて、今までずっとアーツなカフェっていうその、まあ、市民の人たちにこう集まってもらって、まあ、美術館のことについていろいろ話し合う場をまあやってきたんですけれども、まあ、それもこうまた続けてやっていく予定ですね。近々での予定はそのアーツなカフェの継続ということなんですね。はい、はい、では番組そろそろお別れの時間が近づいてまいりましたので、今後このアーツ前橋がどんな場所に育っていってほしいと思っていらっしゃるのか、